このピカチュウが落ちてきてこの中に入ったらゲット、うん、なるほど。なんでこの子欲しかった。うわぁジャムやん。ミニジャム欲しかった。それがやべえそう、まあ、だからといってねまだ完全にね、終わったわけじゃないんでマスクしてちょっと撮影したことはちょっとご了承いただければなと思います。報告があるよね。僕らうんちゃん TV カップルがですねちょっと言いにくいんですがこの度インスタグラムを始めることになりました。まあ、うんちゃん TV 初期からずっとはこう連携してやっていこうかなと思ってたんですけどこういう更新とかこういう発信するっていうことにちょっと慣れてないっていうのもあってまあちょっと躊躇していたっていうのがあったんですけれどもやっとちょっと慣れてきてこの YouTube だけじゃなくてインスタでも皆さんとこう企画だったらいいなと思いましてやってみることにしました。でまあなるべくっていうふうにしかちょっと言えないんですけれども、なるべく多く頻繁に更新していけたらなと思いますのでぜひ皆さんもしよろしければフォローお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします。まあ今はね韓国と日本がこうちょっとね往復ができない状況なんですけどゆくゆくこのうんちゃん TV のこうインスタのアカウントからこういろんな大阪の情報だったりこう日本の情報とかを発信できるようにしてまあそれをフォローしておけば旅行に役立つようなそういうアカウントにしていきたいと思いますんでまあそういう面でもぜひお楽しみに見ていただければなと思います。でね今日ね記念すべき1枚目のうんちゃん TV インスタの写真を実は万博公園で撮ろうと思って来たんですけどちょっとねまさかのね入園時間を過ぎてしまいましてちょっと入ることができずこうエキスポシティの観覧車に乗ってこうやって動画を撮っております。まだね1枚目の写真撮ってないよね。どうする？まあ明るいうちにどっかでね撮れたらなと思うけど。覚えてる。リンクタウンやな。眠いですか？ね。これ眠いですか？オムルン、アッチン、イルボクシー、カジ。動いてます。ちっちゃな。
원래예정이면은인스타에처음으로올릴사진을찍을생각으로나갔던데이트였는데결국에는사진을하나도못찍었죠뭐어떤사진이되었든갱신을하도록할테니까기대해주시고또봐주셨으면은감사하겠습니다자이번영상은여기까지고요다음영상에서뵙도록하겠습니다하나둘셋쉬세요자돌아올까응예영너무많이슬어아니면考えてない最後笑うの挑戦してみる OK